なんなんこりゃどんだけやんのこれは何初心者さんやなしょうがないのこれ食べます結構ですおお来た来たえ飯頼んだのこっちでーす帰れはい、暑かったねいやーね、これ秋の多分キャンプのあれやけど、ね、まだ夏なんでね、撮影中は、35度の中、はい、ほぼ冬の衣装を着てやらせていただきまして、はい、暑かった、でも天気が良かった、良かったですそう、なんか雨だったらもう都内でああ、それまた全然違うからね無理やりなんか CG みたいなんでやってたらしいので、うん、晴れて良かったですねはいキャンプはね、僕はもうあんましないですね。なんか中学校とかでなんか民間学校みたいなんでやった以来ですかね、飯盒炊爨みたいな。だからなんかね、この CM ではわしがなんかキャンプできないやつみたいな、ノブができるみたいになってるけど、ねはい、絶対に逆ですけど、ね。逆でしょうね。本来は。まあ料理も大悟はまあやりますからね。ただまあ俺一個まあ大悟のキャンプにも負けないぞっていうのは仲いい後輩に武田バーベキューがいますから完璧なのあまあそれを呼べばね、うん、もう動かないキャンプもう何もしないキャンプよくないキャンプね、うん、そうですね大悟はもうね島育ちですから別に何でも火も起こせますし何でもできますよソロ活ソロ活、まあ、一人で何かしたとか、うん、みんなとするもの一回僕一人旅したんすよ、はい、あのなんか楽しいって言うやんまあ なんか人生変わるとかそうそうそ そう人生観変わるとか言うからちょっとあの首で療養してる時になんか激しい運動しなかったら外出ていいってなったんででまあ家族もいろいろ仕事とか学校でいなかったから新潟の方に一人で行ったんすよお新潟そう新潟行って、うん一人で本当新幹線切符初めて新幹線の切符買って新潟駅着いて、一人で食べログでラーメン屋さん探して、うん、なんかラーメン食べてでなんか新潟の有名なゴルフショップみたいなのから一応見て、うん、で新潟で結構パワースポットというのは神社みたいな行って一人で帰ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃおもんなかったですいやその一人旅行いやいや全然おもんないそれ人それぞれやお前はおもろなかったかもしれんけど俺は人によっちゃまあ面白いまあ合う合わんがあるでしょうねもう俺は誰かと行かないと誰かと喋るために行ってるんやなって自覚しました どこに行こうか誰かと友達と家族と行かんと面白くないっていう、ね、一人無理でした大悟のソロ活動は今思えばね本当に一人で本当に一人で行ってたなって思うのはレイクやねああ確かにみんなと行くもんじゃないからねわし、まあ、みんなで行ってもいいんだけどレイクはわし一人で行って、うんはいはい、一人で打ち合わせしてたね緑のあの字のところ吸い込まれて行ってたあの友達と行ったりしたことないなレイクだけはレイクはそうやね、うん、レイクでよく一人で喋ってましたあのお姉さん元気にしてるかなちゃんとお姉さんが対応してくれるんだ顔を見せてくれんけどなもうどれだけ声だけで女神に見えたかいや受付のお姉さんやろいや違う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 いろいろあるから受付のお姉さんも、はい、のパターンもあるしその声だけのパターンもあるし声だけのその少々お待ちくださいからの、うん、査定してる時のバクバク感がえぐいのなるほどそういうのがあるんだあレイクにはよく一人旅で行きました楽しかったですソロ活ねはい育ての秋ですかね、やっぱり育ての秋、うん、ちょっと今まで仕事がすごい、まあ、ちょっとギュッとなっててで27時間テレビとかあったんでそれにギューッとスケジュール使われてたんでだうちのチビとかとも遊べてなくてチビって言ってんねやきつめやなえなんでうちのチビが意識せんと絶対言わんセリフよし今日意識今日から子供のことチビって呼ぼうって決めんと普通の人間だいやでもかっこいい俳優さんとか言ってるいや言うてたんだ決めとんだね
前日に明日からチビってテレビの前ではチビって言うぞ、絶対家で言ってない、言うわけがない、でこうなるんやからチビは。じゃあチビって呼んでた人たちも16歳ぐらいでやめるってこと、やめる、チビって言わんくなる、ね、その意識した日を後悔するよ、チビって明日から言うぞって決めた日を。16ぐらいで、あ、やめるんや、恥ずかしい、だって自分よりでこうなってんのにチビって言うてるよ。そうですね、僕はそう、ちょっと子供との時間をね、増やしたりしたいですね。身の着せぬことね、起こりますよね、ほんと。そうね、いいことも悪いこともね、起こる。35度ぐらいありました、今年の夏って、ほぼ毎日ね。すごい暑かって、で、遊園地行ったんですよ、子供と。で、本当に暑くて、5分ぐらい歩いたら、暑ーってなって、もう、子供も、暑い、汗めっちゃかいてきたから、すぐ端っこ行って、こう、みんなで水をちょっと浴びたりして、で、また歩いたりして、で、子供がキャッキャッキャ言ってるから、もう、また危ない危ないって言って、端っこに連れて行って、こう、30分に1回ぐらい水浴びをしながら対策してたんですけど、うん、ね、家帰って、全員風邪ひきました。かけすぎて。冷やしすぎて。冷えて。この夏は難しい、まあ、難しいね、暑いからって言って、あんまりクーラーのところに寄ってもね、そうなの、風邪ひいちゃうしなみたいなあるね、はい、ありました、確かにね、ありました、まあ、これ人それぞれですけどね、僕もこの前なんかちょっと、買い物というか、はい、なんか銀座の方行ったら、なんかあの沖縄ショップみたいな、銀座にある、銀座になんか沖縄のものを売ってるみたいな、はい、私ソーキそばとか好きやから、結構沖縄ショップでいっぱい買うて、うんうん、出たら、うん、横に北海道ショップがあった。ああ、それもまたいいね。ああ、北海道先やったかな。北海道ショップの魅力たるやね。たるやなね。いや、沖縄もいいのよ。うん、でも私この前沖縄行ったから、うん、今月買うんなら沖縄じゃなくて北海道やったなっていう。沖縄続きするんだろうね、北海道。じゃあ次は沖縄、北海道行って沖縄。アンテナショップね、はい、ありますかね。電買ったことがない。電買ったことがない。すごい自信ある。今も出てないよ。でも言い出したら出る。そういう体。もう今真っ白なのに言い出したら出る。今逆に考えようとしてない。なるほど。考えようとして出ない。言い出したら出る。わかりました。第5のカメラに向かって575でメッセージ。お願いします。暑いよな、まだまだ暑い、暑いよな、でん相方がでんでん、ないんかな、ひらめきが、最初の子と最後の子が一緒、もうでんでん、暑いとでんよ、そう、ほんと暑さにも気をつけながらね、ぜひ楽しい CM 見てください。中村。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回からカメラマンが変わります。はい、では本番。はい、回してください。回りました。はい。よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。ありがとうございます。自由にセリフ言っていただいて大丈夫です。これどうするみたいな。うん。テイク4。よーい、スタート。これをこうする。わからん。はい、カット、ありがとうございます。はい、では本番いきます。本番、よーい、スタート。なんて日がつかんのじゃねえ、スパイクなんぞこれ。あー、すげえこれ。はい、ありがとうございます。カット。はい、いいと思います。なんで日がつかんのじゃこれ、しばきますぞ。はい、カット、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これがストッケーです。ありがとうございます。はい、準備で大丈夫です。
いいと思います。はい、はい、お待たせしました。はい、それでは一度やってみましょう。はい、カメラ回してください。終わりました。はい、回った。本番、はい、よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。はい、ありがとうございます。何がいいの、ハンモックって言って、何がいいのっていう言葉のやつ。それを間置いて言っていただければ、可愛いところです。はい、これあって。はい、カット。ありがとうございます。はい、カット。はい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 、じゃあ本番。はい、よーい、スタート。はい、カット。ありがとうございます。はい、カット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 。お願いします。お願いします。はい、皆さん入られます。千鳥のぶさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よーい、スタート。こっちでー、帰る。ガツッといっちゃって2番手やりました。はい、じゃあ行きましょう。じゃあもう1セット行きます。はい、行きます。スタート。こっちでーす。それキャンプちゃうで。はい、カット。ありがとうございます。いいと思います。はい、チェックします。確認します。スタート。難しいの、ノブ。気がつかん。何やそれ。何やその火吹き棒。難しいの。難しいやろな。すまん、なんでやろ。スタート。はい、笑顔でいきます。いきます、よーい、スタート。ノブ知ってるかな。どうしただよ。レイクのレイ。なんやろな。あ、押したいな。なんや。はい、カット。ありがとうございます。で、最初ノブさん褒めてあげる。で、振り向いたらやっぱりやん。思いっきり突っ込む。じゃあ行きます、よーい、スタート。どうじゃノブ、イケてるじゃろ。あれ、意外といいや。イケてるな。後ろがね。後ろがね。なんでレがいい。はい、カット。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございました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 。はい、じゃあ本番。本番いきます。はい、ください。テイク6。はい、よーい、スタート。これ食べます。お、来た来た。ウーバー呼んどる。はい、カット。カットです。さて、以上になります。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとう、ありがとう。すみません、ありがとうございました。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 やんなこりゃ。どんだけやんの。これは何、初心者さんやな。なんで言い合ったのじゃ。あれ、しまきますとこら。レジャーの言葉使え。バカにしやがってからに。これ食べます。結構です。おお、来た来た。え、飯頼んどる。こっちです。帰れ。